トレーニング10年目下ろして胸まで持ってきてプレス。ありがとうございました、はい、感想はいかがでしょうか。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は腕トレ三頭ということで、三頭筋のですね、種目をいろいろ紹介していきたいんですが、ここでは初級者、中級者、上級者と分けまして、まず1年目に進めたい三頭の種目、トレーニング3年目に進めたい三頭の種目、10年目に進めたい三頭の種目という形でご紹介していこうと思います。まずトレーニング歴1年の方の場合ですと、三頭の種目いろいろあるんですけれども、特におすすめなのがスミスマシンのナローベンチプレス。普通のナローベンチプレス、フリーウェイトのバーベルでやりますと結構軌道が安定しないで難しい。そしてナローベンチプレスの場合ですね、下ろす位置が結構大事なんです。これをあんまり上の方に下ろしてしまいますと肘に負担がきますし、下の方に下ろすと今度は肩に来てしまう。ちゃんと肘を曲げられるような位置に下ろしていくということが大事ということで、まずスミスマシンで行いますと、その位置をちゃんと調整できる、そして垂直に上げることができますので、軌道が安定してやりやすい。どうしても普通のベンチプレスと同じようにですね、フリーウェイトのナローベンチプレスだと結構上の方に上げてしまっちゃうんですね。そうすると肩への負担が大きくなるということになりますので、三頭に集中する場合はスミスマシンのナローベンチ、こちらをお勧めしたいと思います。じゃあまずやってみましょうか、はい、ここでの手幅が問題になってくるんですけれども、肩幅より指1本狭いぐらいにしてください。これが肩幅よりですねちょっと広くなると胸への刺激が強くなってしまいます。ちょうどこれぐらいですね。これまず前へ習いをして、それよりちょっと狭いぐらいの幅で持つという感じです。でバーの位置なんですけれども、バーを下ろすところがですね、この溝落ちのちょっと上にある肩上突起という骨があります。この胸の下、溝落ちとの間にある肩上突起という出っ張った骨にバーが当たるようにしたいので、もうちょっと向こうにいますよ。はい、それぐらいですね。はい、これでいきましょう。で下ろすときに肘をあんまり張ってしまいますと大胸筋に来るので、肘はやや閉じるぐらい、こんな感じですね。この体幹部と腕との角度がこれぐらい、そして三頭を狙う場合は胸にぴったりくっつくまで下ろさなくてもいいです。少し胸から上のところでもう上げてしまっても大丈夫です。あんまり深く下ろして肩に効いてしまうとか胸に効いてしまうとか、そういう方の場合はちょっと浅めでやるのもいいです。はい、ありがとうございます。トレーニング歴1年目の方はこのスミスマシンのナローベンチで重量を増やす、筋力を増やす、そのようにしていくことで安全に上腕三頭筋を鍛えていくことができます。次にトレーニング歴3年目なんですけれども、3年目ぐらいになりますとかなりバルクアップにですね意欲が出てくる方だと思いますので、ここではライングエクステンション、スカルクラッシャーと呼ばれる、まあ、三頭筋の一番危ないけれども効果が出る種目を紹介したいと思います。これはですね、仰向けになってバーをこのように肘を曲げながら下ろしていく種目なんですけれども、この時にどこに下ろしていくかがポイントになってきます。肘への負担はどうでもいいので、とにかく大きくしたいという方の場合は、この体幹部と腕の角度が90度になるようにしたまま肘は固定して下ろしていってください。すると大体、まあ、普通の骨格の人だったら額のあたりに腕が来ると思います。額に下ろして肘をこの時に曲げ切る、曲げ切ってから伸ばしていくというようにします。ただですね、こういうふうにするとかなり肘への負担が強いので、ここで大事なのが手をこのように、まあ、小屈というんですが、
胸屈させたまま下ろしていく。これが大事になります。こうすることで肘を守ることもできますし、深く下ろすことができるということになります。じゃあこのフォームでやってみましょうか。はい、はい、このように腕と大幹部の角度が90度になるようにします。そして肘の位置は変えずに手首を胸屈、そして額に下ろしていきます。はい、こうして伸ばしていくと、この時に肘は支点として固定、動かさずに拳の方だけ円運動というようにしていきます。これ見ていただくと分かる通り、バーベルを下ろすときに一つ間違えると頭蓋骨をクラッシュしてしまいますということで、まあ、別名スカルクラッシャーとも呼ばれています。死ぬな。はい、ありがとうございます。こちらが3年目ですね。肘にかなりきつい運動ですので、痛みを感じたらすぐやめて別の種目に変更するようにしてください。そしてさらに時は流れ、トレーニング10年目ぐらいになりますと、何をやるかと言いますと、もういろいろ考えられるんですけれども、このスカルクラッシャーの発展系ということで紹介してみたいと思います。やり方としてはまず普通にやります。これができなくなったら下ろしてプルオーバーだけ、プルオーバーもできなくなったらナローベンチというような流れですね。では全部10回ずつやってみましょうか。まずスカルクラッシャー、次プルオーバー、最後にナローベンチという流れなんですけれども、さらにそれをきつくする方法もあります。これはやりながら紹介していきましょう。もう今の段階でも想像するとちょっときついんですけどね。はい、普通にまず10回いきましょうか。これ本来はですね、もっともっと重い重量であって、だいたい5、6回ぐらいでできなくなるまでやるようにしていきます。で、5、6回やってもできなくなる。できなくなった時点、はい、じゃあ今これでできなくなったとします。できなくなってもネガティブでは下ろせます。下ろして胸まで持ってきてプレス。いきましょう。下ろして胸まで持ってきてプレス。下ろして胸まで持ってきてプレス。これだったらですね、普通のポジティブができなくなっても何回かはできます。もうちょっといきましょう。で、この下ろして胸まで持ってきてプレスっていうのもできなくなったら、今度は下ろしてプルオーバーいきましょう。で、もっとまた戻します。で、このプルオーバーもできなくなったら、最後に胸からナローベンチだけやる。昨日の疲れだよ。という感じですね。スカルクラッシャー、スカルクラッシャーでのネガティブからのプレス、プルオーバー、ナローベンチ、このですね4連続非常に効果的ですので、10年目になるような方はこのやり方を試してみてください。ありがとうございました。はい、感想はいかがでしょうか。胸と三頭のトレーニングの次の日にやるものではなかったです。でもあれですよ、最後のやつは確かに重量をしっかり攻めていった時の足りない追い込みにもなるし、あの重量抑えてるので、はい、スカルクラッシャー一発で腕を壊さなくていい、ちょっと希望が見えたのも感じました。はい、まずスカルクラッシャーで全体に効かせて、はい、その後プルオーバーで長投、ナローベンチで外側投というような感じですね。全体をこれ1種目で鍛えることができますので、肘の負担があんまりない、肘が痛くないという方はぜひ試していただければと思います。先生、これマンデリブラとフェーズ3ですか。
でもいいし、1でも2でも使います例えばフェーズ1で使う場合は6回ぐらいできる重量でやってからプラス6回、フェーズ2だったら 2,3 回できる重量、フェーズ3だったら10回ぐらいできる重量でやっていただくとちょうどいい感じになると思います。まんべんなく使えるいい種目が追加されました。はい、それでは Q&A の方に移りたいと思います。武田子さんお願いします。はい、今日のご質問は初動負荷トレーニングについてです。はい、質問です。初動負荷トレーニングについて山本先生はどのような見解をお持ちでしょうか。いつも動画見てます。お答えください。はい、初動負荷トレーニング、これはですね、例えば普通のウェイトトレーニングでもクリーンとか、そのような、初動負荷のトレーニングは普通のウェイトトレーニングにも存在します。そして例えば終動負荷でなければいけないような競技もあります。水泳なんかだと最後でこうグッと書かなきゃいけないんですね。そのような場合は終動での負荷も必要になるということでですね、まあ、全てにおいて良いというわけではないんですけれども、初動負荷非常に力みを取るのに有効なんです。どういうことかと言いますと、力みというのは拮抗筋が働いてしまっていることなんですね。例えばこうパンチを出すとき、上腕三頭筋が伸ばしていくわけですけれども、この時に拮抗筋の反射が起こって上腕二頭筋も働いてしまう。つまり伸ばす力と曲げる力両方がいっぺんに働いてしまう。このような状況が力んでいる状態、ここで拮抗筋の働きを減らして三頭筋だけで伸ばしてあげる。そのようなことがですね、初動負荷のトレーニングをするとうまくできるようになる。拮抗筋の力みをなくしてあげる、それがうまくできるようになりますので、力みをなくして一気に力を発揮する。そしてストレッチにももちろん有効となります。ですのでちゃんと使い道を考えていただければ初動負荷非常に有効だと思います。結構今お話伺っていると多くのスポーツで初動負荷のイメージが大事になるというか効果的に感じたんですけど、ボディービルダーとかを目指している方の場合はどうなんですかね。ボディービルの場合は初動だけの負荷だとちょっと弱いですね。おそらく初動負荷というのは筋肉量があまり増やさずに瞬発的に出せる筋力を伸ばすためのエクササイズということになりますので、ボディービルの場合はちゃんと初動から終動まで負荷のかかるような種目をやることが大事だと思います。はい、ぜひご質問いただいた方は、自分に合うかどうかこの回答で判断していただければと思います。はい、今回は三頭筋の1年目、3年目、10年目のおすすめエクササイズ、そして初動負荷についてお答えいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。